続きですけども、X 方向と Y 方向について運動量の変化が力積だということをやったときにやろうとしています。でこれは前後逆ですね。最初から後、あと引く最初なんで、あとは、跳ね返って VY になってるんで MVY プラス方向で、それからマイナス MV を引いたやつなので MVY プラス MV で、この VY と VX を大きさで定義しているとここにマイナスつくんですけども、方向も含めて速度としかの成分としか書いてないので、座標を決めて右側 X ってしたら、このマイナスの時はこっち向き、プラスの時はこっち向きってやるときにはプラスで考えて MVX 跳ね返った後に、VX がマイナスだったら向こう側だけども、って考えると MVX マイナス最初0だったので0をやった方が混乱がないので、このこっち方向をプラスの方向、変位のプラス、速度のプラス、加速度のプラスの方向と考えて、 Y はこっちの方向をプラスと考えて、その逆をマイナスとになると決めて、そうするともうそれは記号で定義してやったら、あとはその都度マイナスだったら向こう、プラスだったらこっちって辻褄を合わせる。大きさで書いたのというのはこの P の分なんで、 P だけはこのマイナスをつけておかなきゃいけないと。 P のサインシータという部分はもう向こう側向いてるので、この辺はちょっと自分でしっかりと決めてやらなきゃいけないので厄介なところです。で、この種のやつは縫い台を解いたりしないと時間、短い時間の中で間違えないようにやるの大変だと。で、これが1と2が問1の答え。問2はこいつを使って VM シーターで P というのを出してちょうだいと。で、それは両辺2乗してやって、運動量を保存速度いらないし、エネルギーを保存速も使えって言ってるんだけど、VX と VY をそのまま利用してですね、エネルギー保存速。2分の MV の2乗が固定してあるから、固定してあるから VX の2乗プラス VY の2乗が V' の2乗です。で、衝突の前後で他のものは動かないのでこれしかないと。で、VX の2乗、VY の2乗は何かというと、これも事情なので M 分の P サインシーターの事情で、 VY はここにこれがついてるので、P コサインシーターマイナス MV を M で割ったこの事情となって、こいつを消してしまうと V の2乗イコールこれと、で M の2乗分の P 2乗サイン2乗シータプラス P 2乗サイン2乗シータマイナス 2MVP コサインシータプラス L 2乗 V の2乗ってなって、 V の2乗がこれだから V の2乗がここで消えて、で、こっちになって消える、あ、消えちゃうからこれゼロになって、でゼロってことはこれがゼロなので、で P の2乗イコール 2MVコサインシータというか、まあ、引き算が0
ということで、P が出てくると。ここまでは、メトロと向きとかを間違わずにやれば誘導通りになったら出てくると。でこの考え方をヒントに次の3456っていうのを解いていけと、ことになります。ところが3になると今度は速さ V で X 方向に動いてます。何を求めるか、 B が受ける力積の大きさ P2 を求めろと。今度は P2 を求めます。でこいつが V、 ラージ V で動いて、こいつは V で動いて、そしてその時にどういうベクトルの関係になるか、力積と速度で、でまあ運動量も保存するんですけども、衝突後 V' になり、衝突後 V' になります。こいつが M で、質量がこっちは同じ M、衝突する前はこれです、で、力積っていうのはこれに垂直に作用するので衝突する角度は θ です。そして力積の大きさは P なのでこの方向に P です。その XM はやっぱりこういう P sin P2 だとすると P2 sin θです。で、こっち側にはお X 方向には P に cosθ というふうなのが一瞬にして ΔT の間にまた FΔT っていう形で力、力積が働きます。で、その時に力積っていうのは運動量の変化だったからベクトルの足し算になってるはずです。ところで相対的な速度なので相対的に変化していることになります。だからきれいにシーターで反射するようなさっきの場合とは違って動いちゃいますから、V っていうのが来て、で円には垂直なんだけども力積が垂直なんだけども今度は V' っていうのはこうなっても別に構わないと、こういうふうに二等辺三角形を平行移動したものがなくてももうちょっとこうなってもいいと、こう動いてるからこの台が、でこれが P2 という大きさのベクトルでここは θ だっていうだけなので、で、VX、VY というふうに成分で考えて、運動量保存する、エネルギー保存するで一生懸命解くっていうのがあります。で、まず運動量保存則はすぐ分かりやすくて、スモール MV だったのと、ラージ M だし、ラージ V だったのが、MV ダッシュ、これベクトルラージ M ダッシュになるんですけども、